さあ、そして鉄棒は早稲田大学の浅野雄貴です。着地の減点をゼロにしたいというふうに話している浅野雄貴です。一回ひねりからコスミック、はい、この D プラス D の組み合わせが非常に今のルールでは主流になっていますね、はい、さあここも離れ技です。バチ、はい、伸身のトカチェフ、こういった技が流行するとルール改正の時に、まあ、目の稼ぎにされやすいと。なるほど、みんなそんなに簡単にできるんだったら下げるよっていうような、そういったルール改正があったりします。そのルール改正にもこう選手たちはこう対応というか順応していかなければいけません ね。非常に選手は、その技を習得したと思ったら、難度を下げられたりと、はい、いろいろ、ずっと体操をやっていても変えていかなければならない難しさがあります。そうですね、時代とともに変えていかなければなりません。さあ、そして浅野の鉄棒 D スコア 6.1 E スコア 8.4 トータル 14.550、 笑顔でガッツポーズも見せました。